マクドナルドでホットコーヒーを注文して熱くて火傷したから訴えたってのは有名な話ですが、そういうくだらない訴訟ってのは結構頻繁にあるんですよ。ということで今回はそういうくだらない訴訟のせいでできたであろう注意書きをいくつか見ていこうと思います。まずはこちら。動物園か水族館での注意書きですね。This is how our turtles and fish see your fingers. 亀や魚はあなたの指をこう見ています。お互い様だろ。我々人間だって亀や魚をこういう風に見てるんだから、相手からも同じように見られてるってことを受け入れて、たまには同じように美味しい思いをさせてあげよう。そうじゃないとフェアじゃないから。まあ俺はフェアなんていう理論はクソくらいだけどね。続いてこちらはエレベーターにセロハンで止められた注意書きですね。Do not click buttons with genitalia. Cameras are watching. 正規でボタンをクリックしないでください。カメラが見ています。おい勘弁してくれよ。ただでさえコロナでバッチリっていうのにこんなのにも気をつけないといけないのかよ。まったく特殊な性癖があるのは認めてやるからせめてアルコール消毒をしてからにしてくれよ。性行為をしてないのに性病にかかるとかは勘弁だからな。続いてこちらもエレベーターでの注意書きですね。Attention, please make sure the elevator is there before stepping in. 注意、エレベーターがあることを確認してから入ってください。ドアは？ドアがないエレベーターってやばくね？って思ったけど、ドアが一応ついてる方がやばくね？もともとなければ反対側のコンクリートとワイヤが見えて、なくねって気づけるけど、エレベーターって普通ぼーっとして乗るものじゃん。ドアが開いて人の気配がなかったら、何が目の前にあるのか視認する前に足が一歩踏み出てるでしょ。いや、この張り紙は絶対に必要だわ。続いてこちらは建設現場に建てられたプレートですね。Please do not chat to or feed the builders. 建設業者とおしゃべりしたり、餌をあげたりしないでください。野生動物かよ。いやいや、職人さんに家に入ってもらうことは何度か経験したことあるけどさ、あれって缶コーヒーとかおつまみを差し入れするのが礼儀ってもんじゃねえの？あれって困ることだったの？差し入れのせいでのんびりした気分になって仕事が進まないとか、荷物が増えて邪魔って感じになってたのかな？続いてこちらは道路標識ですね。Do not enter. GPS is wrong. 立ち入り禁止。GPS が間違ってます。あ、これは絶対道路標識の方を信用しないといけない方だ。見ろ、標識が傾いてやがる。傾いたままってことは簡単に直しに来れないってことだ。ガス欠で足止め食らったり遭難とかしたらレスキューが来るなんて絶望的だぞ。地図って著作権侵害対策で架空の道とか入れてて、カーナビとかマップアプリがそれを考慮してない可能性があるから、あんまり信用しない方がいいぞ。続いてこちらも似たような標識ですね。You are leaving the ski resort. You can die. This is your decision. この先はスキー場ではありません。死ぬ可能性があります。自己責任となります。これは頭いいな。冒険心旺盛な若者に立ち入り禁止って言っても、逆に入ってみたくなられるだけだからね。でも降格ならあともう一つは欲しいな。我々の命を危険にさらしてまであなたの命を救いませんってやつが。バカする奴にはちゃんと絶望してもらって教訓を得てもらわないと困りますからね。続いてこちら、オフィスのドアですかね、ここは。Use the other door. The goose will attack if you go out through this door. もう一つのドアを使ってください。このドアから出るとガチョウが襲ってきます。おいおいおい、嘘だろ？必要か？この注意書き。これ見た目的にカナダガンだろ？攻撃的で噛みついてくるんだよ。でもね、それが痛くなくて逆に気持ちいいんだよ。ずっと戯れて痛くなって一日の予定が潰れるんだよ。危険危険。こんな注意書きなくてもみんな避けるべしって知ってるよ。続いてはこちら。どうやら畑の柵に取り付けられた張り紙のようですね。Shame. Shame on the person who stole our beautiful onions. Made a fleas of a thousand camels infest your armpits. 私たちの美しい玉ねぎを盗んだ人は恥を知りなさい。あなたの脇の下に千頭のラクダののみがはびこりますように。なんだろうな、これ見てちょっと嬉しくなったわ。不謹慎だってのはわかってるんだけど、畑が荒らされる事件のニュースってしょっちゅう目にするから、農作物を盗む民度の低い泥棒がいるのって日本だけじゃないんだ、よかったってなったわ。続いてはこちら。職場の冷蔵庫ですかね。You're not hungry, you're bored. Shut the damn door. お前は空腹なんじゃない。退屈してるんだ。ドアを閉めろ。やってたな、これは。職場じゃないけど家でやってた。10分おきに部屋から出てきては、
冷蔵庫を開けて何も取らずに閉めてまた部屋に戻るってのを何回も繰り返してた。確かにあれのモチベーションは空腹じゃねえな。学校から帰ってきてやった覚えがない。必ず3連休以上の2日目以降だった。最後はこちら、八百屋さんでの注意事項ですね。 Tomatoes are not stress balls。 トマトはストレスボールではありません。誰か握りつぶしたな。そりゃまだ自分のものではないものをベタベタ触るのは良くないけど、基本バレないじゃん。この看板があるってことは、誰かがよりクオリティの高い方を手に入れようとして触ってたら、思わず握りつぶしちゃったんだな。しかも一人のためだけに看板作らないだろうから、複数人がやらかしてる。日本では訴訟まではいきませんが、めちゃくちゃクレームが入るじゃないですか。クレームのせいでできたくだらない注意書きってあると思うんですよ。僕はあまり外に出ないのでわからないんですが、知ってるのがあればぜひコメント欄で教えてください。ということで今回は以上です。それではまた。